2008年のカタルーニャグランプリはロードレース世界選手権の2008年シーズン第7戦として6月6日から8日までスペインのカタロニアサーキットで開催された 125cc クラス決勝ではマイク・ディメビオがシーズン2勝目を挙げ5位に終わったシモーネ・コルシからポイントリーダーの座を再び奪った2位には ガボール・タルマクシとのバトルを0.07秒差で制したポル・エスパルガロが入った。250cc クラスでは、ファイナルラップにアルバロバーティスタのミスをついて、トップに立ったマルコ・シモンチェリがに連勝を遂げた。ポイントリーダーのミカ・カリオは、マシントラブルでリタイアに終わり、ランキング2位になったシモンチェリが3ポイント差で迫ることになった。モートジッピークラスでは、 金曜日のフリー走行で、ホルヘロレンソが、転倒時に頭部を強打。ドクターストップがかかって、予選、決勝を欠場することになった。決勝では、地元カタルーニャ州出身のダニペドロサが独走し、シーズン2勝目を挙げた。バレンティーノ・ロッシュは、ケイシー・ストーナーとのバトルを制して2位でフィニッシュし、ポイントリーダーのロッシュとランキング2位のペドロサの、ポイント差は7に詰まった。 ありがとうございます。